まして入ってきたのはストロングギターンでございます。父シンボリクリスエス、母コートアウト、母の父スマートストライク、16歳、最高169センチ、教養9シーズン目を迎えます。今年度の種付け料はフリーリターン特約付き、受胎条件80万円、出生条件120万円です。ストロングリターンはレコード勝ちの G1 安田記念、G2 慶応杯スプリングカップなど21戦7勝、主にマイル前後の距離で活躍を見せてくれました。昨年は3区プリンスリターンがリスペクトオープンを3連勝と大活躍。その他にも3区は芝ダート問わず活躍を見せています。またストロングリターンと同じシンボリクリスエスを父に持つエピファネイアの3区が近年は活躍を見せ、ロベルト系に脚光が浴びています。そしてストロングリターンにはサンデーサイレンスの血が入っていませんので、配合しやすいということがセールスポイントの一つかと思われます。先週はストレートリターンが新馬勝ちも収めております。ストロングリターン本年度の種付け料はフリーリターン特約付き、受胎条件80万円、出生条件120万円です。ぜひストロングリターンをご検討ください。大丈夫、どうぞよろしくお願いいたします。以上、ストロングリターンでした。